今日は9月23日、ちょうどお彼岸なんですけど、コルチカムの花が咲きました。別名イヌサフランとも言われています。これは転がし球根とも言われて、その辺に転がしてても花が咲く球根です。まだ土には埋めていませんが、こんな風に花が咲いてます。これは日の当たらないところに日陰に置いたやつです。こちら半日日の当たるところに置いた土に植えたやつです。花色ちょっと違いますね。やはり日に当たってるのと当たってないので。この花は変わっていて、水がなくても花が咲きます。このあと花が終わった後、土に植える予定です。これの葉っぱが出るのが3月ぐらいにしかならないと葉っぱが出てこないと思うので、花が終わった後、花を摘んでから土に植えようと思います。結構一つの球根から花がいっぱい出てるんですよ。これでいうと2茎出てて、1つの茎に4つくらいかな、4つくらい花芽持ったり花が咲いてます。こんな感じ、こんな感じかな。今咲いてるのが6輪くらい、あと2輪、これから出てきます。大きいのも結構花数多いです。最近雨が降ったりしてるので、雨降るともう花が見れなくなっちゃうので、こうやって土に植えないで花を観賞してから、終わってから植えても間に合うと思います。なんか不思議な花ですよね。根っこがいつ出るのかわからないですけど、葉っぱが出るのが春先になってからなので、土に植えなくても楽しめる球根です。コルチカム、別名イヌサフラン。これは毒性がすごくあるやつっていうか、葉っぱに毒性があるのかな、球根もだろうけど、毒性があるので、葉が行者ニンニクと似てるので、間違って食べると死に至るそうです。気をつけて間違っても食べないようにしてください。コルチカムの花でした。